ドーバー、見事じゃ。ダカツよ、お前が守る前線基地にライオン丸が近づいている。倒せ、ライオン丸を。奴を一歩たりとも我が圏内に踏み入れさせるでない。我らが暗黒世界を作るために。ご苦労、今日の訓練はこれまでだ。来い、ライオン丸。我々がいる限り、この前線基地を生きて返すわけにはいかん。ヘビとサソリの怪人ダカス。いたいた、いけない。コスケ。なに、シマルさん。はい、来るんだ。何か変だ。おい、しっかりしろ。死んでる。なんだこれは。しまる兄ちゃん、これなんて読むの。銭神。銭神って変な名前だね。銭神って蛇のことだよ。へえ、そうなの。何かある。この辺に蛇に関係ある何かがありませんか。何か。この辺りに銭神に関係ある何かがあるとか。向こうの山の上だ。銭神流の道場があると言っても別に建物はないがな。銭神流の道場。よし、行ってみよう。将みたいじゃないね。お千代殿よね。お千代って戦に敗れて逃げ延びてきた人のことよ。そういえばそんな感じだったね。何事だ。影、実は。うん。風と岩が参りました。我らはこの五寸様に誓った。この第一の砦を守り、大恩丸を倒すことを。銭神衆よ、日頃鍛えた技を見せる時が来たぞ。ノーバー。行け、ライオン丸を倒すのだ。
力が回ってきた。しっかりして。さあ、小助ちゃん。獅子丸のやつどこ行ったんだろう。全く逃げ足の速いやつだ。探せ！ふもとまで追ってみるぞだ。小助ちゃん、毒消しの丸薬を。うん。しまる兄ちゃん、何があったの？サソリだ。サソリとヘビを使う怪人だかった。やっぱり豪水一味か。そんなに遠くまで行ってるはずがない。しかし相手がシシマルでは。いかにシシマルでもサソリの毒を受けているはず。必ず近くに潜んでいるはずだ。ああ、もう一度探してまいります。行け。は。サオリ姉ちゃん、おいら水汲んでくる。豪水一味の隠れ家は。動かしておくわけにはいかん。小助ちゃん、豪水一味なんだよ。島の兄ちゃんは眠ってるわ。
ひまる兄ちゃんじゃないと。何のこと？誰が助けてくれたんだ。誰が岩を切ったというんだ。声を聞いて私が来た時にはもう。風はどうなんだ。私が来たのはその後です。誰も見なかったというのか。はい。岩をただ人たちで切れるやつはやはり獅子丸でしょうか。そんなはずはない。しかし獅子丸以外には。獅子丸はサソリの毒を受けているんだ。そんなはずはない。確かに。でも変ね。誰が小助ちゃんを助けたのかしら。香水一味に味方がいるはずないし。自分で夢中になってやっつけたんじゃないのか。そうかな。なんだ、しっかりしなさいよ。やっぱり違うよ。おいらそんなに強くないもん。そうね。しさあもう大丈夫だ、行くぞ。うん。いいな、手当通りに。はい。来い、ドクロ忍者ども。えい。今日に残してきた子供のことを思い出すとはな。子供？ドクロ忍者に子供がいるのかい？ドクロ忍者ではなかった昔のことだ。ちょうどお前と同じ年頃に別れたきりだが、昔よく小川に笹舟を浮かべて遊んでやったっけ。笹舟？あいつは笹舟が好きだった。お父ちゃん。小助と言ったの。早く逃げろ。悪魔に魂を売り渡してしまった今の俺にできることはそれくらいのことだ。冗談じゃねえよ。何？ゴースをやっつけるまではどこまでも行くんだ。そうか。しかしゴースのところへ行くのは難しいぞ。どんなことをしても必ず行ってみせる。
コスケ逃げろ。死ね。なり。こうしてゴースンの第一前線基地を突破したシシマルたちはゴースンの所在を示す第一の地図を手に入れた。地図は三角山を示していた。行けシシマル、三角山目指して。そこにゴースンへの手がかりを示す何かが待っているに違いない。